コムドットのヤマトが切れる盗撮について。あれめっちゃいいと思う。俺はね、どんどん切れるべきだと思う。やっぱ思ってることは言うべき。好感度ばっか気にしてさ、うん、いい人ですいい人ですってやってるやつって浅くね。俺はなんか嫌なことは嫌でちゃんと言った方がいいと思うよ。結局なんか幸せになるために YouTube やってるわけだから、数字の奴隷になってさ、嫌なことも我慢し続けるっていうのは違うと思うよね。盗撮が嫌なら嫌って言った方がいいと思う。でもなんかそういう目先の好感度を捨てれるやつって俺かっこいいと思うけどね。エビジャって盗撮されたら怒るの？いや、怒ったことはない。怒ったことないけど、まあ嫌ではあるよね。こんな感じでなんか気づいたら iPhone 向けられてるみたいな、キモいやん。声かけてきて一緒に写真撮ってくださいとか握手してくださいだったら、全然いつもありがとうみたいな感じで写真撮るけど、盗撮ってなんかキモいやん、ヌメッとしてるやん。そうだから嫌ではある。でも別になんか逐一怒ってもしょうがないなっては思うから。でもまあコムドットぐらいの、今流行ってるやんコムドットって。だから多分盗撮する側もそんなに好きじゃないやつでも盗撮するんよ。友達に自慢できるから、コムドットいたみたいな。だからそういうやつの餌にされるのは尺だよな。蓄積だと思うよそういうの。最初から切れてるわけじゃないよ、ヤマトも一発目からブチ切れてるわけじゃない。多分何回も何回も盗撮されて、うわやだな、うわやだなって思いながら過ごして、結局もう言わなきゃなこれはみたいな、言わなきゃ俺にストレスが溜まりすぎるってなって言ったと思う。だからそういうのは言うべき。ジャスティンビーバーだってパパラッチに文句言うやん。やっぱ精神衛生って大事よ。 YouTuber もさ、人間だから。ヤマトはあれで切れたことで怖いみたいな思われたと思うし、それをかばったヒューガーは優しいみたいになったと思うけど、結局多分みんな思ってんよ、コムドットのやつらはね。ヤマトが代表して憎まれ役を買ったってだけ。多分俺らがそうなっても切れるのは俺の役で、ケスがなだめる役なんよ。絶対ケスが切れることはないから、だからそれでケス君は優しいみたいになるのもしょうがない。想像できるっしょ。コムドットと連絡取ってるよ。先週ぐらいもヤマト打ち切ったし。森山にも切れてほしい。ああ、森山はね、人に興味ないから。ああ、そんなことをいちいち言ってもしょうがなくね。どうでもいい。勝手に取ればよくねって感じ。あいつはマジで何にも興味ない。人に。怒ったりとかしない。あいつはもう無気力な人間だからさ。そういう感じよ。森山ってね、なんだかんだ一番大人だと思うんだよね、俺の中で。昨日コムドットのインスタライブで、エビジャは昔から付き合えるからおめでとう言ってほしいって言ってましたよ。LINE したよ。コムドット、マジで結構前から、あれだからね。そう、森山はね、だから好きなんよ俺は。なんか楽天的でいいよね森山って。1年前まではエビジャが上やったもんな。そうなんよね。やっぱり YouTuber の世界ってさ、抜いたり抜かれたりみたいなのが日常茶飯事だからさ、まあいちいち気にしてらんないよ。そんなに嫉妬しててもしょうがない。素直におめでとうでいいの。いつか抜いてやるぞって気持ちでいればいい。まあ俺はエビスチャップ一番面白いと思ってるからさ、 YouTube で。お？なんか顔長いやつからコメント来たな。中町 JP っていう顔が長い人から来た気がするけど、気のせいか。気のせいだ。中町あやちゃんとはもうコラボしないでください。ああ、そうなんですか。良くないと思います。そうやって兄の圧力みたいなのを出すのは。あやちゃんがモテなくなるよ。結婚できる時期が来てもさ、あやちゃん可愛い、大好き、告りたい、でもお兄ちゃんが顔長いってなるわけよ。うん、かわいそう。でも俺 JP のこと好きだよマジで。超いいやつだと思う。 JP も今度コラボしよう。 JP とコラボしたいな。うん、あやちゃんがいたらもっといいけどね。別に JP がメインよ。JP とエビじゃ同い年って思っちゃう。うん、同い年みたいなもんやな。富士さんって顔短いんでしたっけ？いや、俺も顔投げよ。JP ほどじゃないけど顔投げよ。JP とエビジャで 4P して。うん。わかった。あやちゃんも入れて 5P にしよっか、JP。決まり。そういうコラボにしよう、次は。クレジートリップの解散どう思う？エビジャのパクリしてたグループ。あー、持ち帰り企画ね。なんか、今はなんか、ゆとモンが持ち帰り、エビジャインスパイア系がいるわけじゃん。持ち帰り企画やってるやつら。で、なんか、大体のやつ面白くないんだけど、ゆとモンは面白いわけ。で、クレジートリップも、あ、なんか、ちゃんとした面白いやつ出てきたなって感じはあったんだけど、解散しちゃったね。やっぱ、なんか、人数多いグループを束ねるのって結局友情なんよ。寄せ集めじゃうまくいかんよ。自分の利益を度外視しても、みんなで仲良くやることを重要視しよう、みたいな感じじゃないとグループってうまくいかない。でも俺ら持ち帰り企画パクられても別に何も思わん。俺ら面白い持ち帰り企画作れんなら作ってみって感じ。多分無理よ。未だになんか俺ら超えられたなみたいな持ち帰り企画ない。確かにそう考えたら地元一緒系が強いね。地元一緒系強い。やっぱその有名になってから会ったやつと有名になる前から友達だったやつじゃやっぱ違う。結局なんかコンテンツにファンつけてもさ、俺はなんかしょうもないと思ってんのよ。
そのコンテンツじゃなきゃ伸びないしさ、結局なんか真似されたら終わりだし、コンテンツを入り口にさ、そいつらの仲の良さとかさ、生き方とかを応援してもらわないと始まんないよね。フルレバとまた会ってほしい。あ、フルレバね。フルレバの YouTube 見てる？みんな見てないよね。マジで面白い。もうめちゃめちゃ面白い。まずどんぐらい面白いかっていうと、もう気合の入り方が違う。あ、フルレバって俺らが沖縄で会った視聴者の子たちなんだけど、 YouTube やれって言ったらやり始めたわけで、もうなんか俺らが視聴者と旅先で偶然会って旅が終わるまでずっと一緒にいるみたいなことってないわけよ。でもなんかそいつらはマジでいいやつで、超バイブスがあったわけで、なんかこいつらいいなみたいな、仲いいし超いいなって思ってで始めたんだけど、やっぱめちゃめちゃ面白い。もう次世代のレベゼンになるぐらいのレベルで面白い。まず最初にやった企画が脱税っていう名前でやってんだけど、脱税がお父さんがタトゥー入れちゃダメっていうお父さんなのね。でもそのお父さんでも足の裏にパパ大好きでタトゥー入れたら許してもらえる説みたいな、わけわかんない企画やってて、それもおもろいやん。でもタイトル下手すぎて伸びてないんだけど、俺はそういうアドバイスをするのは避けてるから、やっぱ自分で考えてほしいから。最初の動画はそっか、タランチュラとかうんこ食ってるみたいな動画なのね。あいつ頭悪いからさ。で、昨日出したのが手こきカラオケ、ニューハーブに手こきされていくみたいな。多分消されるんよあの動画だから、早く見た方がいいよ。もうマジでなんかしこってる、しこってるのをモザイクかけて出してる、多分消されるよみたいな感じの動画なんだけど、めっちゃいいと思う。やっぱバカなやつらがやってると面白い。そうだから、もっと面白くなるからフルレバ見てほしい。まあ女の子はそんなにハマんないと思う、過激すぎて。男は好きだと思うマジで。フルレバのサブちゃんっていうチャンネル、うん、なんでサブちゃんにしたの、メインチャンネルなんだけど、フルレバのサブちゃんっていう名前でやってる。あいつらわけわかんないからさ。フルレバマジで面白いよ。最近の底辺 YouTuber で群を抜いて面白い。本当に俺ら越されるんじゃねえかって思うぐらい面白いよ。いいやつだから見て。フルレバ見てきました。笑い止まらん。いや、マジで面白くない？フルレバ。バズると思うんだよね、俺。もうちょっとタイトルをちゃんとつけてほしいやん。タイトルちゃんとつければバズるよ。コラボ断ったは断られた YouTuber 教えてください。でもこれ言うと気まずいからちょっと言えねえわ。でも断った YouTuber もいっぱいいるし、断られた YouTuber もいる。やっぱお互いのメリットが釣り合わないとコラボって実現しないんよ。で、なんか一回断ったり、断られたりしたけど、お互いがいい感じになってきて、メリットが釣り合ったりとか、やりたい企画が浮かんできて、とか言って、いろいろあるからさ。でも俺は結構コラボ打診はそんなしないね。来たらやろう、みたいな。東海オンエアにコラボ打診したことはない。いつかコラボしてみたい YouTuber は、やっぱ哲也と DJ 社長だね。俺が好きなのはその二人かな。なんか似たものを感じる二人なんよ。二人とも違うけど、どっちも似てるものを持ってると思ってて、考え方とか。その二人かな。コラボできたら嬉しい。ヒカルは、ヒカルさんもコラボしたいね。ただなんか相性いいのかわかんないよね。いい感じになるかわかんないよね。ヒカルさんわっしょーいって感じは面白くなんないよね。森山は？森山はいないよ。ここは俺ん家だから。通称やり部屋、自称仕事部屋です。喘ぎ声出し放題、ギャンギャンにも喘いでる。もう最高。たまに壁ドンされるけど、藤井風のキラリめっちゃいいっしょ。めっちゃいいよね。マジ天才よ。俺らもそうなんだけど、やっぱ無名から有名になるやつ見てんのって楽しくない？藤井風もそうなんよ。もともとピアノ弾いてる動画上げてる YouTuber だったわけ、藤井風って。でなんか曲作ったらめっちゃ才能あるからバズったみたいな感じなの。あと顔もかっこいいしね。ちょっと流すか。いや藤井風めっちゃ好き本当に。ちょっと音量上げちゃおうか。壁ドンが来るまで音量上げちゃおうか。迷惑？でもな、人間って人に迷惑かけながら生きていくもんだからさ、しょうがない。正当化するな。じゃあちょっと僕常識人なんで音量下げます。でもまあ人って人に迷惑かけて生きていくもんだから、迷惑をかけないっていうことをそんなに気にしないでいいと思う。俺は人に迷惑かけるから、人にかけられる迷惑にも寛容だから、それでいいんちゃう。でもマジで大井町の時に隣に住んでた松島さんには本当に申し訳ないと思ってる。俺らマジでうるさかったあの時。いや、わざとかける迷惑じゃないよ。結局なんか迷惑をかけたくないって思ってたらなんか楽しめなかったりするやん。